Japan in Motion a fait peau neuve. Place à Yu-chan, Are-chan et Yuri-chan qui vont nous présenter les choses à savoir pour pouvoir profiter agréablement de votre séjour au Japon. Cette semaine encore, elles se baladent en train dans la péninsule de Boso pour y découvrir des cerisiers. Nous les avions laissées alors qu'elles s'apprêtaient à rentrer dans un restaurant après avoir découvert le château d'Otaki. C'est Yu-chan qui avait négocié pour pouvoir filmer. Ce restaurant, très coté localement, propose de savoureuses escalopes de porc pané. いただきます。いただきます。めっちゃ早い。なんかかけるとソースとかはないけど。はい、もちろんです。いただきます。よいしょ。じゃあ、もうなんかみんな。うん。食べるんや。あ、かわいい。おいしい。 あ、サクサク。うん。うん。柔らか。めっちゃ美味しい。うん。カツってさ、うん。汁ご飯もあるでしょ。うん。なんだキャベツもある。キャベツは胃を守ってくれるんだって、油から。すごい。ね、お箸はさ、使う？あ、でも日本に来るって言われてから、うちは昨日 枝をちぎって練習した。ブロシャにはない、箸はないね。ないね。イタリアもないけど、日本が好きだから、うん。初めてスパゲッティで箸で。なんか今なんか飛んじゃったね。ありがとうございました。ごちそうさまでした。美味しかった。美味しかったよ。やばい。じゃあおやつ食べに行こう。そうだね。え、お腹いっぱいって言うわかった今。<笑> お腹いっぱいだけど、デザートご飯の後は。いつばらかよ。これもすごい古い感じ。てか、あれ煙突ちゃうの？煙突だ。すごい。これしかもあの人のお家に立ってる。そうだね。すごい。絶対ここはサンタクロース来てくれるとこや。ね。これは何？これは何？鳥の巣？鳥の巣ちゃうわ。 鳥の巣じゃないの？触れない。鳥の巣じゃないよ。え、何のためなの？これ、なんで？口のデコレーションじゃないの？これはね、多分ね、虫除け。魔除け。これなんだろう？え、何やろう？これ。ちょっと待って、誰か。やばい、謎が深まるばかりだ。 Les Sugitama sont des boules d'aiguilles de cèdre qui annoncent un nouveau tirage de saké. 冷やし冷麺始めましたみたいな。 そういうことですよね。あんまり近くに。ポリポリ。ここやで。あ、そこ行かなあかんやん。こっち行きます？はい、行こうか。あ、モナカじゃん、これ。こんにちは。ハロー、こんにちは。こんにちは。しかし、ここ、何が美味しいですか？ あ、お父さん、今、買われたんですか？そうです。どうぞ。よく来られるんですか？プリーズ、プリーズ、プリーズ。はい、年に1回。年に1回、全然よくじゃないじゃないですか。いいじゃないですか、1回だけで。あ、お金くれるの？やったー。いいじゃん、元気。電車今の娘は。え、めっちゃ欲しい、めっちゃ欲しい。一番ね、安くても、1080円だから。ありがとうございます。 いただきます。これで買えるってことやで。なんで？私に。何？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 何
耳なんでやねん。わかんない。なんでやねん。なんでやねん。Nos amis retournent à la gare d'Otaki pour prendre la ligne Isumi. Quelle sera leur prochaine destination? Elles descendent à Kazusa Nakano, le terminus de la ligne Isumi. Noricae.
Les voilà sur le quai de la ligne Kominato à destination d'Uchibo. Attendre fait aussi partie du charme des voyages en train. になると気分もリラックスしてとってもいい感じですね。私も春になるとロリータ服がとっても着やすくなってて、毎日可愛い服で出かけるのはとっても癒しになってます。ということで今回は日本人と外国人にストレスが溜まったらどういうことをしてリラックスすることができるかどうかを聞いてみたいと思います。まずは日本人にレッツアッシュジャパニーズ。Avec Cathy Cat, découvrez ce que pensent les Japonais. Let's ask Japanese. Penki no nioi. Penki no nioi suki. Nani no penki no nioi desu ka? Nanka futsuu ni machi toka de netteru janai desu ka. Sono nioi wo toru toki ni ah tte naru. Ah, penki no nioi da tte naru. Ii da tte naru. Nanka imeji no naka ni wa atarashi ie ga dekita toka soyun desu ka? Soyun no desu. Soyun no suki desu, nioi. Chotto iyasareru tte ka, nanka kokoro ga ah tte naru.寝る。癒しの方法は寝る。5時ぐらいに寝て朝の。朝5時に寝ちゃうんですか？テレビ見てる。あとか。なるほど、うんうん。動画見たりとか、夕方の4時ぐらいに起きたりとか。おでまだ動画を見始まる。朝5時まで何の動画見たりしますか？名前はウォーキングデッドです。あゾンビじゃん。これ癒しなんですか？いや必死に生きてるなって思って。みんな旦那さんの匂い嗅いでる。首のあたりとかすごいずっとって嗅いでます。それを嗅くとどの気持ちになるんですか？疲れないって感じになります。旦那さんはそれについて何か言いますか？何やってんのって言われます。もう私が鼻をってやってるからバレてるんですけど、なんか気持ち悪っていう顔されるけど嫌がってはないっていう。あまあね、愛情が高いですもんね。すごいいいな。いいな。羨ましい。仕事後のビール。自分で作った料理とビール飲むのが一番好きですね。ナイス。料理作るんですね。料理作るんですよ。何作れるんですか？はい、僕実家が中華料理屋で、だから中華料理、餃子とか酢豚とか作って食べてます。これなんか誰かを呼んでみんなの癒しになるじゃないですか。そうですね。グループですごい仲いいんですけど、朝方ですよね、4時過ぎとかになってみんなベロベロになってるんですけど、その時にチャーハン作らせてます。はい、はい、そんな感じです。はい、ありがとうございます。天気の匂いが好き。旦那さんの体の匂いが癒し。なんだかわかるような気がします。日本に住んでいるといろんな匂いが癒しになりますね。クック。春は新緑のリフレッシュな匂い。夏は元気なオーシャンの匂い。秋はノスタルジックでグライな匂い。冬はスイートな焼き芋の匂い。日本で本当に匂いの表現が多くて面白いですね。さて後半は外国人に癒しについて聞いてみましょう。 Don't miss it! Stay tuned! Nos amis ont pris la ligne Kominato à la gare Kazusa Nakano. Mais où vont-elles descendre? それってさ、温泉？温泉ではない。足の温泉。足だけ？足だけなの。足だけなの？そうだよ。足だけ入る温泉だよ。ちょっと、60ちょっと。やー！すごい！なんか浅いんやな。あったか！あったか！どんなの？やば、気持ちいい。気持ちいい。何ハモってんねん。気持ちいいよ。温泉はあるイタリアの文化でも。テルメがあるんだけどちょっと違うですね。テルメ？テルメロマエとかすごく似たような感じだけど、日本の映画みたいな感じ。そうテルメロマエみたいなね。そうでも結構違う。ちょっと特殊なところだし、大人しか入らないし、
あとは水着とか裸はみんな恥ずかしいから絶対しない。そうポリポリ。一番初めて日本に来た時にみんな裸でしょ、すげえ恥ずかしかった、どうすればいいの、え全部見える、どうすればいいのって思って。あ女性同士で裸ちょっと不思議だった。でもなんか私もすぐ日本人っぽくなったから、ウェイウェイ。何それ何それ。なんかロシアでは結構エロティックなイメージ。なんか聞いたことある気がする。ちょっとあんまり良くない。男と女と一緒ですよね。そう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 、ロシアは。え、そうなの。そうそう、そこに行くってことは、あ、それのためみたいな。え、水着は着てる。いや、水着着てない。なんかじゃあイタリアだけか。裸で男女も入ってる。うん、え、そっちの方がレベル高くない。そうレベル高いってどういうこと。La nature près de la gare offre des airs de printemps. Alors, les cerisiers seront-ils en fleurs? La balade en train continue. Où va-t-elle les mener cette fois? Ah, le train est venu. Yoshi, Nora. On va aller là-bas. Yoshika-san, on va aller à Satomi. Oui. Il y a un grand arbre dans le jardin de quelqu'un.入ってるんだって。すごい。次里見の駅で降りたら聞いてみよう。里見だ。里見。しかもめっちゃ晴れてるし。すごい綺麗。あ、着いた。よいしょ。晴れてるから気持ちいい。晴れてる。晴れてるやん。めっちゃいい天気。やっと晴れた。どこだろう。探しに行こう。大きな桜の木のお家。してもいいですか。この駅に桜の木が大きいあの木がなってるお宅。お家が分かってるってことですか。いやまだ全然咲いてないですよ。まだ咲いてない。いやここもね、ここも向こうからこっちから全部桜の木なんですけど、まだ一輪も咲いてないです。ポリポリ。108年経ってる桜あるんですけど。108年、どこにありますか。ここよりさらに遅いんで、行きます。え、ちょっと見てみたい。Un cerisier de 108 ans, ça donne envie de découvrir ce Yoichiro Sakura. C'est bien. これやない。これ108年前の桜なん。これじゃん。108年前の桜。大きい。108年前からある桜なん。え、めっちゃすごいやん。すごい大きいよね。まだ咲いてないけど。何これ。しかもいっぱいつぼみがなってる。 Elle décide de se renseigner auprès de ce monsieur。友達がつけてくれたの、私の名前を。ヨイチロさん。ヨイチロさん。どれぐらい咲くんですか。もう1週間ぐらいですね。あ、もう1週間したら咲くんだ。ちょっと早かった。ちょっと早かった。1週間経てば咲いてますね。お邪魔します。 Il les accueille chez lui pour leur montrer des photos de ce cerisier en fleurs。これはうちの桜の咲いてるところの写真です。すごい。あんな大きい。本当だ。こんなに咲くの。すごいボリューミー。すごい。めっちゃ綺麗。すごい。これは田んぼに水を。え、やばい、綺麗。田んぼに映ってるの。すごい。Nos amis ont une semaine d'avance, mais grâce aux photos.Elles ont quand même la possibilité d'admirer sa beauté. Le reflet de ce cerisier dans l'eau de la rizière offre un spectacle des plus magnifiques. Avec une semaine d'avance, nos amis s'installent pour contempler ce cerisier en bourgeon. C'est bon ! 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 C'est bon
de la friture de légumes à base d'ingrédients locaux, des plats typiques de Bosso pour un accueil particulièrement somptueux. いただきます。どうぞ。たくさん食べて。はい。あ、かわいい。かわいい。桜だ。いいね。こっちは満開です。もっと大きな口開いて。うん。美味しい。桜美味しい。美味しい。美味しい。もっと大きなお口開いて。Tous les légumes proviennent de chez le couple Ishiwatari. Les légumes sautés, les épinards marinés de Madame Ishiwatari font le bonheur de son mari. Ce viande, c'est quoi le viande? C'est un inosishi. Ah, masaka! Déta! 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 Déta食べてごらん。食べてみてごらん。そうそうそう。チャーシュー。わかんない。やっぱり違う。違う。あの味がすごく濃いだけど、うん、めっちゃめっちゃ美味しい。美味しい。美味しくて柔らかい。柔らかいな柔らかいな。イノシシ？でも肉がなんかさ、すごい歯ごたえがすごいあるお肉。イタリアはイノシシのサラミがありますよ。めちゃめちゃ美味しくて。サラミ？やっぱり味は濃いですよ。ねえ、ロシア、クマの肉あるかも。クマの肉。あ、クマの肉食べたことあるよ。クマの手とか。うん。誰ね、食べるんだもんね。イタリア大人気になるよ、これ。え、なんかめちゃ嫌がってたけど。めちゃくちゃ嫌だよ。いや、嫌なもの食べさせる。Welcome back! さて、外国人はリラックスを感じてるときはどんなときなんでしょう？私が最近癒されたのは温泉に入った瞬間に、行った瞬間、日本っぽいっていうかもうおっさんっぽいですね。 Anyways, 外国人に聞いてみましょう。 Let's ask foreigners in Japan. Et maintenant, place à l'interview des étrangers. Let's ask foreigners. I really like to sing. So when I'm stressful, I'm justGo to the karaoke and you're screaming and then just singing. Singing! Same for you? I don't think it's gonna be a good way to say for this. For me? For me, it's gym. I like to feel some muscles. So you're working on your voice and you're working on your muscles. Okay, yeah. Are there certain smells or tastes that make you feel better? I like her smell. Make an example what she smells like. What does her smell like? Flowers or? She smells like a sunshine. Is it a good smell or no? I have no idea. A golden retriever. Oh my gosh, she's probably adorable. So which part of having a pet is like the best one, the most relaxing one? When you come home and she's like there already at the door and greeting you, looking into your eyes like, I'm so happy that you're here. Then yeah, going for a walk, just cuddling with her or with the dog or a pet. Yeah, there are many things.So many advantages to having a pet. Now I'm so jealous, I want one. Yeah, but it's also a big responsibility. Maybe I open a book because I really like how a book smells. New books or old books, what's better? I kind of feel like both are good. Yes, because when you open a new book, it's so comfortable to know that they're so new and you are the first one to open the pages. And when you open an old book, it feels like some history that has that book. You're not the only one has opened that book, and you can imagine how many people has looked at those pages or read those pages. Oh, that's a good one. It's very deep. What makes me feel like better, I think it's rewatching episodes from like TV shows that I used to like when I was young, likeI don't know, anime or cartoons. Oh, so do you still do that even now? Yeah, I still do that even now, yeah. And now I'm far from home, so here's like a good way to feel like, you know, connected to my past and my, yeah. Which is funny because it is then Japanese. Yeah, it's so interesting. It's like, you know, my head explodes because like I'm watching anime in Japan, but you know, it actually reminds me of when I was in Spain, so yeah. The power of anime. Yeah, definitely.Cool, thank you so much. Thank you. I see. 子供の頃で見たアニメで癒される。ああ、私も同じです。日本にいるとアニメのテーマカフェがあるので、私もよく行ってます。特に外国人そこでよく見るので、みんなも同じフィーリングで来てると思います。
あと私にとって一番の癒しは YouTube ですね。動画を作ってる時とファンからいっぱいコメント来た時にはとっても嬉しくて癒されます。あなたはどうですか？どんなことで癒されていますか？いっぱい癒されてハッピーになってくださいね。それではまた次回お会いしましょう。 See you soon. Bye. Près de la gare de Satomi, au cours de leur balade découverte de la péninsule de Boso, nos amis ont pu découvrir un immense cerisier vieux de 108 ans. À son pied, elles ont pu se régaler de spécialités locales. じゃあこれからなんか桜が咲いて、いろんな人が来て、結構忙しくなったりする。ここでみんな花見や。花咲いて散るまでに10日間ね、約10日間。だからその間はお客さんがいっぱい来るの。じゃあもう1日中ここに人が来てって感じですか？朝から、朝日が夜が明けると、こんな夜夜中まで電気つけてるから。 ライトアップするの？素敵。だってさ、こんな素敵なさ、日本一のさ、ものがさ、家の中にあるわけじゃないですか。独り占めしたりとかしてもおかしくないのに。でもね、この桜だって喜んでるんだよ、みんなが来てくれて、見てくれるんだもん。来たよ。来たよね、本当だ。 喜んでくれてんのよ。おばさん、それが楽しみでやってるの。あ、素敵な話。でも分かんない、おばさんももう来年はできないかもしれない。年だ。大丈夫、元気で行ってくださいね。分かんないよ。西川式を楽しかったね。楽しかったね。電車乗ってみてどうだった？いやー、なんかもう魔法の世界に入ってきたのような電車ですね。 やっぱジブリのね、絵がそのまま生で見れる感じやん。そうだね、初めて電車なんかちょっと抵抗あるみたいな感じで言ってたじゃん。初めて電車の中で盛り上がってた。ね、すごいいっぱい写真撮りまくったりしてたもんね。今日で電車好きになったよな。そう、今日は電車好きになりました。やっぱりガタンゴトン。やっぱり人と触れ合うとお腹もいっぱいだけど愛もいっぱい。 Voici la chose que nos amis ont apprise aujourd'hui. Rencontrer des gens et manger bien pour pouvoir faire le plein d'amour. Sur ce, à bientôt!